さんこんにちは、星の子です。今日は最近のお気に入りコスメを紹介しながら、ちょっとね、最近こういうガーリーな感じの洋服にハマってるので、こういう洋服に合うようなナチュラルメイクだけど漏れるメイクをね、最近してるので、そちらを紹介したいと思います。それでは早速スタート。はい、ということで始めていきます。ベースメイクはお気に入りのコスメと紹介しながら、ベースメイクの作り方もね、動画にしているので、ぜひそちらを見てください。今仕上がった状態です。ということでチークからやります。チークね、最近のお気に入り2つあります。ずっとね、チークはペリペラのベルベットのこのクリームチークを紹介してるんですけど、クリームチークが苦手な人もいると思うから、今日は他のチークを紹介します。私はなんかパウダー感のあるチークは好きじゃなくて、パウダーのチークでも肌にスッとナチュラルにつくパウダーがすごく好きで、で、私がお気に入りなのがこの MIMC のビオモイスチャーチーク、カラーは09番のブレッシングっていうカラーです。これと、これはめちゃくちゃ動画で登場してると思うんだけど、ベアミネラルのジェンヌードパウダーブラッシュ、コールマイブラッシュっていうカラーです。これもすごいナチュラルなカラーです。こっちの方がすごい落ち着いたピンクっていう感じで、 MIMC の方は若干ちょっとオレンジ味があるピンクって感じです。どちらもオーガニックコスメなんですけど、もうね、肌にすごい馴染むで、チークを塗った場所がね、すっごい肌綺麗になるんですよ。今日はこちらの MIMC の方のチークを使っていきます。目の黒目の下のこの辺、横長に広げる感じ。ほら、もうこの場所がすっごい肌綺麗に見えるんですよ。で、口紅も今日は赤オレンジみたいなパキッとした色を使っていくので、チークと相性がいいかなと思います。ちょっとテカリがあるので、イニスフリーのパウダーで抑えます。これね、前回紹介してますね。ハイライトを足したいんだけど、ハイライトはこの3のシマリンググロデオを毎回すごく推してるんだけど、これまたね、ちょっとクリームハイライターが苦手だなって人も結構多いと思うから、今日は2つ違うやつを紹介します。まず最近のビアミネラルの新商品、じゃん、こちらエンドレスグローハイライターのジョイっていうカラーです。オレンジみたいな、めっちゃくちゃね、ラメラメなんですよ。これはなので、めちゃくちゃ華やかなハイライトが好きな人はめっちゃ好きかも。もうちょっとつけるだけでめっちゃ華やかになっちゃうから、ほんと少しだけこういうところにちょん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 と、ほら、わかるかな、ほら、この辺チュ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 って感じ。ほら、わかる？これ、これよ、これ塗りすぎるとめっちゃギラギラしちゃうけど、もうほんと少しのせると、まあ、ハイライトのせてるなっていう感じはするんだけど、このラメが細かいからナチュラルな華やかさがアップするっていう感じ。塗りすぎると結構オレンジ味が出ちゃうから、結構調節が難しい。ちょん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 とやる、鼻筋にも。これもう一種類カラーがあって、こっち、これもエンドレスグローハイライターのフィアースっていうカラーで、これはなんかブラウン寄りですね。眉毛上に塗ってみようかな。綺麗なんだけど、ちょっと使い方が難しいカラーだな、こっちは。ベアミネラルさんからね、いただいたものなので、ちょっと皆さんに紹介してみました。すっごい綺麗なので、ハイライター好きの人は本当好きだと思います。私はこっちのジョイっていうカラーの方が好きです。もう眉毛は毎度おなじみ、シュー・ウエムラのグローソードウォルナットブラウンのアイブロウペンシルです。自分の眉毛に沿って少し足すイメージ、あんまり濃くしすぎないようにしてます、最近は。で、ちょっとこう丸みのある感じの眉毛に最近はしてます。なるべくナチュラルなメイクにしたいので、眉毛が濃いとどうしてもナチュラルにならないんですよ。かな、薄めに薄めに。そして自分の眉毛は最近はあんまりこう処理せずに、ちゃんとしっかり自分の眉毛を残すようにしてます。じゃないとね、ナチュラルな感じにならないんですよ、私の顔はこういう感じ、めっちゃナチュラルに描きます。そしたらもう、あとは本当はパウダーで埋めたいんだけど、パウダーで埋めたらまたそれもね、濃くなっちゃうから、キスミヘビーローステーションのアッシュブラウン、こちらのアイブロウマスカラでもう最後仕上げます。これぐらいね、最近眉毛はナチュラルの方が最近のお洋服とか髪型とかにね、合ってる気がして、眉毛は結構薄めです。ちょっとリップをつけちゃおうかな、先に。最近のお気に入りリップはすっごいあるんですけど、てかもう最近コスメリップしか買ってないんですよね。リップのお気に入りはまた別で動画を撮ろうかなと思っているので、今日は一つだけ紹介します。じゃーん、こちらイブサンローランのルージュピュールクチュールベルミウォーターステインっていうリップです。もうすでに話題ですよね、結構。新商品のリップです。こっちが609番と、こっちが618番のカラーです。
手に出すとこんな感じ。こっちが609で、こっちが618番、こっちの方がちょっとこうパキッとしたコーラルピンクって感じで、こっちが赤オレンジですね。なんか可愛いウォーターステインなので、拭いてもこんな感じで色が残ります。かなり落ちにくいし乾燥しない。今日はこちらの赤オレンジっぽい色の618番を使います。チップもね、イヴ・サンローラン安定の唇型になってます。すごいパキッとした色でしょ。めっちゃ可愛い。歯につく。何度塗り化した方が結構しっかりつきます。こんな感じの色です。サラサラって塗れるんだけどね、めっちゃしっとり。ちょっと歯につきやすいので要注意。ノーズショード忘れてた。ヘアミネラルのいつものブロンザー使ってます。眉毛をちょっとナチュラルにしたので、ノーズショードも本当に薄くちょっと影を作る程度。この辺はもう本当薄くでいいんですけど、この鼻の先端も、私鼻が低いのでちゃんと先端は影を作るようにしてます。このねやり方はカズエちゃんに教えてもらってずっとやってる。これ大事、この鼻の先端作業。一緒と、おじゃんじゃんじゃん。はい、あのね、これ今日はちょっと使わないんだけど、なんかの動画でちらっと映っていた、じゃん、こちらのアイシャドウパレット、皆さんすごい気になってくれたみたいで、これどこの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 わーって聞かれたんだけど、これね、コクハツミちゃんになんかもらったんですよ。ありがとうございます。で、めっちゃ可愛いですよね、カラーリング。そしてこのパッケージ、私見たことないんですよ。韓国コスメって言ってたんですけど、ブランド名はノボ、なんだろうね、これ見たことないのやつです。で、今日はこれは使いません。リップが赤オレンジだから、ちょっとブラウンオレンジ的な感じのカラーにしたいんですね。こちらのクリオのパレットを使っていきます。こちらもね、多分新商品かな、最近クリオさんにもらったので。ありがとうございます。はい、じゃあこちらを使っていきます。まずこれもすっごい使いやすくてしょっちゅう使ってます。まず私はいつも濃い色から使っていくので、こちらの一番下の濃いブラウンから使っていきます。私はね、濃い色から使うっていうね、人なんです。これ持ってきた。9月号のボージュの付録でついてきたジルスチャートコラボの手鏡、可愛くないですか？ここにパールもついてて。いやー、可愛い。これ付録だなんて。じゃあ始めます。二重幅のとこに全部塗るんじゃなくて、この目尻だけこう塗ります。はい、これだけでめちゃくちゃデカ目効果。私は二重幅がね、この目頭側は結構狭いので、狭い側に塗っちゃうときつい感じの顔になっちゃうから、私はこの目尻の方だけ最近は濃い色をのせてます。この真ん中のちょっとラメ感のある中間のブラウンを取って、目尻側から中心にかけてぼかしながら塗ってきます。ラメ感がめっちゃ可愛いシルバーなんですけど、うん、めっちゃ綺麗。あとはもう手でピュ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 ってぼかして、そしたらこのカラーを下まぶた半分の2、黒目の下までグリグリっと塗って、結構下まぶたは最近もうがっつりカラーをのせてる感じです。アイライナーはめちゃくちゃねナチュラルなので、アイシャドウは結構がっつり塗っていくって感じです。はい、これでまたさらにデカ目効果で、最後こちらのすごいキラキラの一番軽いカラーをあえてふさふさの大きめの筆にとって、下まぶたにちょんちょんちょんとのせる感じです。もうかわいい、このキラキラうるうる感伝わるかな、かわいくないですか。で、ラメをあえてこういうふさふさの筆で塗るとがっつりつかないから、うるうる感が出るラメのつき方ができるんですよ、最近発覚した。次はマスカラをします。マスカラは無印良品のものを使ってます。あげます。そしたらこれは本当に私のお気に入り、こちらヒロインメイクのロング&カールマスカラです。これは赤みブラウンの02番のカラーです。これは本当ナチュラルにしたい人がめっちゃおすすめだと思います。最近もまたエグータムっていう美容液、まつげ美容液、前に動画で紹介したことあるんだけど、そのね美容液でも本当にまつげが長くなりました。絶好調。はい、マスカラをやったらこんな感じです。そしたら最後ちょっとアイライナーを目尻にだけ足すんですけど、使うのがじゃん、こちらラブライナーの一番薄いブラウンのカラーなんだけど、ちょっと見えないな、ちっちゃすぎて文字が、ね、やば。とにかくブラウンの一番薄い色、これねめちゃくちゃナチュラルなんですよ。リキッドアイライナーが苦手な友達がいて、その子に貸したら、え、これはめっちゃいいって言ってました。これは本当ナチュラルに引けるリキッドアイライナーです。ちょっとだけ目尻に長さをキュッと足すだけ、これだけ、ほんのちょっとだけ。はい、こんな感じでアイメイクも完成しました。あ、終わった、メイク終わりました。はい、最近はアイシャドウはこのクリオの
01番02番のパレットとこのボノっていうのかわからないけどこのアイシャドウ、この3つしか最近はもう使ってない。お気に入りはこれですね。でアイライナーももう本当に薄いブラウンしか最近は使わなくて、ペンシルアイライナーっていうのも最近は使わずにこのリキッドアイライナーだけで、あとマスカラだけで仕上げてます。はい、ということで最近ねこういう感じのメイクにしてます。最近前髪を復活させました。なんか久しぶりに前髪が あるのでセットの仕方が分からずうーんって感じなんですけど、でちょっとこの洋服ね、全身はこういう感じ、ワンアフターアナザーナイスクラップ最近見つけたブランドで、あんま詳しくわからないんですけど、こちらのブランドで買いました。はい、ということで、久しぶりにメイク動画でした。この動画が少しでも良かったよって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。